矢作川に架かる矢作橋、江戸時代には日本最長の大橋だったそうです。今回の岡崎町物語は、東海道が通り交通の要として栄えた矢作東学区をご紹介します。岡崎市の北西部、古くは宿場町として栄え、国道1号沿いに広がる矢作東学区。昭和30年に矢作町は1区から5区に分けられ、呉戸町、北本郷町、中園町の一部とともに岡崎市に合併されました。こんにちは。こんにちは。総代会長さんですか。はい、総代会長の今泉です。よろしくお願いします。こちらの矢作東学区はどのようなところなんですか。はい、ここは古来の歴史と文化を数多く受け継ぐ古式ゆかしい町です。その伝統を守って後世に残そうと皆さん団結して頑張っているんですよ。そしてこちら、出会いの像とありますが、これはどういった意味があるんですか。これはですね、日吉丸が八塚古六と出会った時の物語をですね、モチーフにした像です。昭和63年に、市民の寄付で作られました。寄付で作られたんですね。そうですね。この大きな矢作橋もですね、16代目です。16代目。はい、そんなに。そうです。で、昔はですね、木造なので何回も作り直されたんですよね。はい、このそばすぐ近くにですね、矢作神社がありまして、そこにですね、昔の橋の杭打ち図が書かれた祭礼図があります。こちらが矢作神社。その由緒は古く、景行天皇の時代の315年頃と伝えられています。大和武尊の命が矢作川にあった1万本の竹で賊を討ち取ったとの故事があり、それから矢作神社と呼ばれるようになりました。こんにちは。こんにちは。宮司さんですか。はい、宮司の川北ですけども、よろしくお願いします。はい、こちらに矢作橋の祭礼図があるとお伺いしたんですが。はい、当社はですね、古くから矢作橋の架け替えのたびにですね、岡崎城主から絵馬等の寄進物があったんですよ。それって私見ることできますか。結構ですよ。ご案内します。よろしくお願いします。はい、どうぞ。こちらがそうですよ。これ、全部ですか。はい。すごい、たくさんありますね。まあ、でも残念ですけども、はい、一番古い矢作橋杭打ち祭礼図っていうのがですね、はい、今市の美術館に行っておりまして、今ここにないんですよ。そうなんですね。第2回目の矢作橋と架け替えの時にですね、無事工事が進むように祈願をして奉納されたものです。はい、大きさもそうですね、畳1畳半ぐらいあるんですよ。そんなに大きいんですか。はい。でも橋を作る作業って当時は大変だったんじゃないですか。ね、そうですよね。まず杭を打つことが大変だったろうと思いますけどもね。橋取り何も乗って、そして杭の上に何本もロープをですねつけて、そのロープを持ってこう揺すりながらだん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 沈めていったという。で、ある時ですね、なかなか入らないもんですから、矢作神社に祈願をしたらですね、入っていったという、そういった逸話もですねございます。事故のないように、工事の無事安全をですね祈願したんでしょうね。そしてお祭りがあるとお伺いしたんですが。はい、毎年10月の1日2日が矢作神社の例祭なんです。で、それが土日にうまくかかりますとですね、2台の大きな出しがですね出まして、長男を引き回すんです。それはそれはですね、見事なもんですよ。矢作神社例祭は永瀬学人会の雅楽演奏とともに浦安の舞が奉納されます。矢作東学区には2区と3区に祭礼出しがそれぞれ残されていて、高さは7メートル、重さはおよそ3トンあります。旧東海道を中心に引き回します。こちらは2区の祭礼出し。こちらはなんて言うんですかね。これはですね、段箱というふうに呼ばれています。はい、この彫刻がですね、江戸時代の末期、瀬川実助重光という方が、この彫刻を施しています。真ん中に
牛若丸、カラス天狗が3人いまして、これは稽古をつけているところなんですよ。非常にまだ色がちょっと残った状態で毎月メンテをさせていただいておりますけどね。ねえ、すごい綺麗に残ってますね、はいはい。そして3区の祭礼出し、3区もとても豪華ですね。はい、この彫刻全般をですね、瀬川慈助という方が彫っておられるんですよ。天保10年6月1839年、総統領として大山正八さん、彫刻師として瀬川慈助、ね、柴田又次郎さん、総名13名の方が力を合わせてこの出汁を作られたということをまず皆さんに報告したいなと思うんです。それから力人像といいましてね、うん、上からの荷重を肩で持ち上げてる様が感じられますね、はい、うん。そしてこの上の伊達柱が竹の透かし彫りといいまして、かなり高度な彫刻が施されていると思うんです。ねえ、これすごい細かいですよね、はい。これ全体が瀬川慈助の作なんです。こんな素晴らしいものを後世に残してくれましたので、ぜひ一回岡崎の皆さんもこの出汁を見学に来てください。お待ちしております。ね、見てほしいですね、はい。こちらは矢作町の光明寺。松平親氏が病に倒れた時、住職の介抱で救われたため、親氏公が本堂を再建しました。そして先祖の遺灰を納めたといいます。こちらは松蓮寺。文暦2年1135年に親鸞上人に帰依して改修し、浄土真宗柳堂松蓮寺となったと伝わります。親鸞上人が説法をした時に腰掛けられたと言われている腰掛け石があります。こちらが市の文化財の一つの鎌倉堀ですね。はい、これは室町時代って書いてありますね。そうですね、室町時代のものですね。何に使うものなんですか？これはですね、香合といって、お香ですね、はい、お香を入れるための箱というか、それにこういう彫り物がしてあって保管していますね。こちらがですね、天女上人像になります。はい、これはいつ頃のものなんですか？室町時代のものですね。すごい綺麗に残ってますね、はい。でこちらがですね、はい、松平信康公の肖像画ですね。あの上に書かれている文字は何なんですか？はい、これはですね、信康公ご自身が書かれた自省の句だと言われています。はい、最後にご自分で目の方を入れられたと。じゃあ結構もう貴重なものになるんですね。そうですね、肖像画としてはもう本当にこれ一幅なんで、もう当時の面影を知るにはもうこの絵を見るしかないですね。はい、今泉さん、矢作東学区は古い伝説や史跡がたくさん残っているんですね。そうですね、さまざまな文化遺産や逸話、また自然景観がこの地域の自慢となっています。そうして、こうした大切なものをですね、100年先の未来まで残していきたいですね。本当にこの地域を誇りに思っている学区なんですね。そうですね、皆さんも矢作東学区の伝説に触れてみてはいかがですか？